しょいこんにちは、しょいブン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 宿題してる暇ない春休み、ようこそあれ春休み突入突入ですよ。春休み突入スペシャルでございますというわけで今日はもしかしたら学生の方も聞いてるかもしれませんよ。じゃあ、今日という日をね、聞いてる。聞いてるかな聞いてる。春休みに入ってるんであれば。しかも聞いてる人はラッキーでまた。 LUCK ラック。<laughs> <laughs> ワイディなの <laughs>、ね、ワイなのラック。はい。<laughs> グッドラック。うん、さあ、皆さん、そんなね、今日いいお天気の午後でございますが、はい、いかがお過ごしでしょうか <laughs> ふむふむあなたのお隣,お隣の高齢空数的存在、なんとなく上がるラディオ。<laughs> 私、パーソナリティ天に願うと書きまして、天がこと、アキラと、ワイルド,アドセクシーマピーナッ アオイさんご聴エピソード3のお時間でございます。いや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 い。ねえ、ー何度聞いてもいい。自分で聞いても、ハーッサ何言ってるんだろうって <laughs> <laughs> はさ。ハーッサ何言ってるんだろう <laughs> フラフジー。 テンションが上がるわけじゃなくて、自暴自棄に至るというね。いやいやいや、僕らは自暴自棄になるけど、はい、聞いてるリスナーの皆さんは、ゲ、はい、ンゲンゲンンン,ンそうですよ、ぐんぐん竹のこのように上がりますよ。上がっております。くったふらふじゅうさや、くったでも生きてるんだから、またもう一生懸命頑張ろうや <laughs> っていうふうになってると思います。やっぱりそこそこ <laughs> !SOKO! そこ <laughs> やばい、外人みたいになってきてる <laughs> どうしよう。 これが2回続くとね、そこそこみたいな、弱い感じになっちゃうんだけど、そこそこ、そこそこ、そこそこ、そこ、そこ、そそんな感じのわれわれですが、皆さん、なんとネット配信もしておりますそして、ついついキャスキャスしておりますので、いキキャャススぜひ、動画ご覧ください。ネット配信の方は、FM うるまスタッフブログにてご歓談ください。そして、アプリでは、FM 超、FM テイだっけなテイ。テイね、FM テイ。 なんとねラジオが聴ける、そして今では見る、見て楽しむラジオということで、そうなんですね,ね今まで聞くだけリスナーとかね、聞くだけのラジオだったのが、うん、まだなんと見て楽しめるということで、見るだけリスナー。新しいリスナーがね現れちゃったというね、<laughs> はい、ウォッチャーかな、うん、リスナーじゃなくてウォッチャーみたいな。 まあその私たちがどんだけ楽しんでね喋ってるかということで、えー、見れることができますのではいぜひこちらもご覧ください。ついついキャスキャスもしくは FM ウルマスタッフブログネット配信しております。ユ、えーストリームでも配信中ですね。はい、はい、それでは皆さんメッセージ当て先はこちら。おちょっと待ってメッセージ隠れちゃった <laughs> 出してくれよいしょってい。でメール当て先が868あったまーく FM うるま .com 8 6 8 f m u r m a c o m ックスが09896548680989654868までお送りしてもらいたいと思いますさあ本日も晴天なりぜひこの時間楽しくお届けしたいと思いますこの放送はうるま市より沖縄全域綺麗をお届けしますテリアビソウ管理と串カツ酒場 チャウチャウの提供でお送りいたします。 さあ改めまして皆さんこんにちはシャこんにちはしーさああなたの隣に恒例偶数的存在ね我々の番組「井さんのショー」エピソード3のコーデなんでございますが今日は3月29日、うん、肉の日ですよねみんなね言っ,てそ<う>言ってた言ってますよね、うん、やっぱり4月に向けて新年度に向けて今日でね、あのー、こういった肉を食べて世紀を養って 新しい月に向かっていこうということでございますのでいいこと言うね山 P 見つくこれいいこと言ってるいいこと言うって言ってる顔が全然いいこと言ってないバカにしてましたよよくねミつるとかあるけどね今日は329ということでミつくミックミックねうみをつけんこういいさ進めばいいさ迷わず進めばいいさミックあきら進めばいいさあきら 今日はもう肉食べてねああ春休みに入ってるんだったらああああやっぱり、ね、新たな不安もあるじゃないですかどんなクラスになるのかなってクラス替えもありつつ新しい友達も離れて、うん、もう古い友達か新しい友達に向かっていく中で、うん、あ僕って私って本当にこのクラスからはぐれもンにされないだろうかっていう気持ちもありつつそんなのもね肉食べてから解消すればいいさっていうことで。 皆さん今日はもう肉屋に走ってコロッケだったり肉巻きおにぎりとかねいろんな勢力のつく勢力ついたらダメだな肉を食べ、ね、お昼間からあごめんなさいね生が出ますねありがとうございます肉食べてほんとあ元気出るよでもさ山ー、最近ね、ま、不安がね、うんえー、いろいろあると思いますが新生活に向けてはい例えば 高校から卒業して、やっぱ次のステージに進むじゃない大学どこどこ合格したよ、合格した、おめでとう、合格ってそこで終わりじゃないんだよ。そうなんですよ。そこからがね、続きではないけど、そのステージ、次のステージに上がるためのまたスタートになるので、もう言って、人生長いよって、長いよ短いよって、長いんだよって、やっぱこう、中間地点がいっぱいありますからね。ね、そんな10代、まだ10何年かしか生きてない子がですよ。社会 大学が泣いちゃったらもちろん内地のほうに県外のほうに放り出され己を問われるというそうね己自身を磨けるというそうねもう一人生活も始まりね、部屋では裸族になってみたり100%なってるなってるでしょなってるよ今まで見たことない自分を見てみたりありとあらゆる毛が落ちてますからね これ一人暮らしあるあるるだよねつもう皆さん、うん、そんな新生活の中不安がねはいが言ってる不安がいっぱいあるということであるよお話ししておりますがでも不安ももちろんあるんですがそれ以上に希望に満ちあふれてるという<き>どういうまあそうですね,ね希望に満ちあふれてほしいなと、まあ、我々の経験上は不安しかなかったものの過去になってきた部分でやっぱりあの時に未来永劫というこの希望があったのかなみたいな 確かにね、その不安の中で自分たち楽しさを見出していくというね、ここバイトこれいいんじゃないのってらバイトやってみたら、あら意外と楽しい。そして、いやいやいや、勉強もしないと、あら意外と楽しい。そうね。いや、ちょっと人見知りだからって友達と話してみると、あら楽しい。ご、こに行けすごい、出会い。でもさ、 今のののご時世世いなこ中そうですよ。やっぱり人とのコミュニケーションが一番難しいと思うんですよ。いつの時代も。昔はね、周り何もなかったので、お酒をね、酌み交わしながら、飲みニケーションよく測ったもんですよ、皆さん。大人の人、先輩方もいろいろ。だけど、そういう飲む機会も多分少ないんじゃないかなと。ないですね今の若い子たちは。なんで飲まなくても SNS でつながるさとか。 ですね、やっぱこの現実的な付き合いではなくてネットでね、うん、逃げるという、まあ、逃げるっていう言い方はおかしいかどうか分かんないですけど、うん、やっぱり、ま、この若者の考え方も一あると思いますし、うん、このノミネニケーションというのはお金も使うしう時間も使うっていうのがあるのでその時間とお金をどうせだったら自分磨きに使いたいっていうのがもしかしたら。 今の若者たちの考え方かもしれませんのでまあ無駄なものを省いたような感じですハブ関係フラフルシーダメぞ怖いよ怖いよまあね沖縄だけあってこうハブねハブクっていうねよく言われたハブクね。まあうちらのカゼルでもねハブクいらっしゃいますがまあえーその中でですね私が言おうとしたことが山っぴーまあその コミュニケーションもしっかりやっめんどくさいことってやっぱ多々あると思うんですよ。SNS はほら自分の気が合う仲間だけ集まるし、なんかこの人いいなとか集まるわけじゃないですか。だからなんか気が合うからやっぱ会ってみたら実際、もう普通みたいな。普通みたいな実際、飲みニケーションしてめんどくさい人もいるわけじゃないですか。めんどくさい人いる。いるでしょ間違なお酒に溺れて。おお私違う違う、私、そう、お酒一滴も飲みませんから。 そそんんなこ中でね、その面倒くさい人との付き合いもね、わざわざする必要なく SNS で繋がってみるのでこう、うんなでランチ行こうぜとか、まあ、そこが健全なのかなっていう最近考え方もね、出てきているんですががですよ、はい、確かにでも人は会ってみないとわからない、はい、そそう。こなんです。うんね、実際え、ね、携帯だけでおしゃべりしててすっごいいいこと書くじゃない今の子たちって、うんうん、もうほんと先ほどに出たね三つじゃないけどう本、ん、当、はい、に僕らの時代にはなかった文章力がすごくあるんですよ。 まあ諦めればそのように捉えるかもしれませんけど僕からしたら彼らが使ってるこの手右手だったり左手っていうのは僕嘘つきだと思いますやっぱり本質は自分の己の口から出すものであって手をね指先を酷使してああいったいい文章を作ったところで思いは伝わるかったらもう出てこないので 3D じゃないさ確かに。 ね、バーって出てこない,ないんだけどさとこじゃねえんだっふざけんなっ,つって <laughs> 3D3D <D>、うん、まあいいけどねだまあ伝え方手段でもヤンピが言ったように文字で伝えることもしっかりそれにたけてきたわけですが、はい、実際会ってみるとあれおやおや違うぞっていう、はい、多分そのギャップがまたすごいと思うんだよねなるほどねっ、うん、そこをねどううまく解消できるかっていうまたこのね、えー、すいません新,新世代の皆様うん 楽ししんでみてください<え>新しい新新大学新生活ね僕たち自身も肉体があるわけですから、うん、やっっぱ SNS だだけけたら生きていけないいなと思います、ね、もちろん、ね、こういった IT が発達するにしても、うん、人と人が会ってからね、うん、顔と顔を合わせて膝と膝をつき合わせてじゃないと、ね、なかなか気持ちっていうのは伝わらないんじゃないかな。 ねうん、だってやっぱそのね文字にするとやっぱ感情があまり伝わりにくいとかあるもんね、うん、実は泣きながらこの何文章を書いてるんだよとか分かんないさね、うん、手紙泣いたら涙が落ちるからに字がにじむわけ山ピーきら先輩どか探してきたのサイトでしょ <laughs> でもさやっぱりさこ,このインターネットとかこの SNS が大事って言ってる人もいるかもしれないけど、うん、彼女彼氏探す時は合コンに出かけるさ、うん、お それっておかしくなないいみたそっかだからそのギャップに苦しむかもしれないほんとにだから今初音ミックさんみたいなねバーチャルリアルティーな誰わかんないわかんないよくうちのデビーガガさんが初音ミックさんのコスプレをしてますのでなるほどそうその初音ミックというデジタルんかねデビちゃんデビィちゃんデボラさんデビちゃんそうなんだ初音ミックのコスプレよくやってるんですよかわいいですよだからそういうなんだろうな バーチャル世界の人も今作られてますのでこれ本当にちょっと怖くなってきましたねある意味まあねあの第三種類として置いときましょう置いとこうねこれについてはまたねそういう専門家をお呼びしているの待って待ってか林先輩この番組で専門家を読んで話するような番組だったそう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 ないし、うったこともないしさ ゆうさんはい、ヤンピクッキーの専門家読んださビスケットだビスケットの専門家、お玉ね、びっくりしました。わからなさっぴの専門家ら見えるわ、キノさんのこと言ってるから、ありがとう。そうだね、そこの専門家もいるね。そう。ね、かけ橋専門家として我々ハブアンドマングースがいるわけで、そう。ね、デビさんといえばね、あのスケベ専門家ですから、今、デビさん聞いてる？いるかな。 山アピ、何言ってるのって。なじいやいやいや、僕はもうデビちゃんの大ファンなんでね。本当かな。本当ですよ。本当に大ファンかな。当たり前じゃないですか。あ、本当に。ね、そんなデビさんからも、ね、メッセージが来ることを、また望んでおります。この間ね、お買い物前に、メッセージをしっかりいただきまして。僕らがね。大興奮しておりましたが。そうですね。皆さんもね、恥かさわせずにね、あの、メール。した方がいいですよ。ね、うん。ファックスでもいいんで。 でも構いませんのでラインしたらラインなんか,でもだからツ,イツイッターツイッこのツイキャスっていうのを皆さんがやり方が分かるんですかね、うん、例えばこうツイッターっていうのを登録してる人であれば、うん、この FM ウルマのこのミティ FM っていうのを探してくれて、うん、そうしたらこっちに我々の番組に対してコメントが残せるっていうことでいいのかな、うん、もうやったことがないからもう正直分かんないんだよねツイッターっていうの。<laughs> いやーこれだからねツイキャスはメッセージ載ってるから載るはずねこれねでしょうね、うん、やっぱりこの見てる人たちっていうのはツイッターを登録してる人だと思うのでそうそうだから皆さんねぜひこのツイキャス新世代の皆さん活躍して、うん、ツイッターやってる人はできるんでしょこれできますよできるね、うん、まあ一応そのアプリ専用アプリがあるらしいので、はい、パスパソコンでもできるみたいじゃあとりあえず今日春休みだから学生、うん、とりあえず見てみてからねあのとりあえずアプリ検索で、うん、あのー、ツイ 待ってよ、出してみようついついキャスキャスで検索して <laughs> あ、違いますうん、ツイキャスでツイキャスビューツイキャスビューで検索してそうそこから FM ウルマに飛ぶそう、ビュー青いを3号車に飛べばアッキーラとヤマピーが見れますね、あとツイキャスライブっていうのがあるおお<ー>。お前、この二つあって緑どどこでもいいこれね、待ってよ見るのは 探しているからちょっと待ってね皆さんこれちゃんとかっこいいにしとけばよかったねこれ実際ね秋さ先輩は、うん、このツイッターに登録してるんですかあ俺登録ツイッターじゃなくてこれツイキャスのアプリを持っててそこに登録してるああじゃあ別にこのみんなにつぶやいてるわけじゃないそうあーあ、合ってるやっぱねビューの方で見れますビューうん皆さんわかりましたツイッターのビューそうツイキャスビューねツイキャスビューでこれはいいよ 見れちゃうんですよ、うん、実際、今自分見てる気持ち悪い自分で自分見てるあまるで夢のようだ気持ち悪いあゲルサバ、<laughs> <laughs> やっぱりさ、うん、見て、ツイキャスビューで見れるよって言った途端、ほら、うん、閲覧数が増えるというおほう、ね、見てるんだね皆さん、ね。やっぱりこういったのを、うん、ツイキャスビューで FM ウルマを検索しつつ <laughs>、ね、そしたら今オンエアオンライブ中の我々の青江さんごエピソード3が見れるという。 素晴らしいとてつもない番組になっております。うん、これはれこういったこのなんていうんですかこの SNS とかね、歌いもんで、うん、皆さんからフォローね、どんどん見ていくという。うん、教えてほしいですよね。うん、<非>すごい。じゃあここでね、えー、見ている皆さんにもね、このお曲をお届けしたいと思いますので、はい、えー、お聴きください。 準備にあと50分かかるからちょっとやんぴおしゃべりしといてねじゃあなるべくはこの曲の中ではやっぱ次の次世代に向けてあのスタートを切れる皆さんにとっての「ナエールとしての『雪で』っていうのを聞き,聞きたいと思いますので<笑><笑>ぜひ天下明やんぴ待て,待てこれはし<え>僕たち、はい、じゃ今日3月、うん、もう最終日だわけ最終週のそう、うん、の番組だわけ参考書のさ 最終週放送放送3月末の3月ねもうこの放送が終わると次の放送はもう4月になってるわけです新年度新年度はいというわけでやはり「雪で行きたかったんですが終わりをければてよしねだけどヤンビがやっぱ前向きなる曲って言ったので雪は最近新曲というかニューアルバム「まばたき」というアルバムを出したのでこれ4月の初めのなるほどおかけしたいんですよ待ってよじゃあ今今日日はかかけるもししたら アッキーだから皆さんに対するサプライズのミュージックソングだと思いますのでぜひ皆さん心にね本当に思い出を作るためにもハードル上げるねこの曲を聴いてビルより高いハードルなんだよピーやってくれたねさあブブブドキューライテガ・アキラがお送りするこの曲ださあどうぞ さあ、チェケラが入りましたね。ちょっとね。ごめんなさい、皆さん。ドラゴンアッシュの日はまた登りを繰り返す。繰り返すっていう曲をお届けしたんですが、ちょっとね、今、チェケチェケが入ってしまいましたので。私のレコード回しすぎました。申し訳ございません。また改めてね、ドラゴンアッシュさんの曲はお届けしたいと思います。懐かしいね。懐かしいって言っていいのかな、ドラゴンアッシュ。まあ、今、新しいアルバムが出て。 まあいい感じなんですが活動自体はもうガツガツにやっておられますニューアルバム出ましたあじゃあライブ活動とかやっぱりアーティストさんなので知ってるのかなそうねめぐみさんと結婚されて今子供もすくすくと大きく育っておりますのではいあテレビ活動はなかなかせずにそうそうそうライブとかねコンサートライブでアルバム作りを精力的にはい頑張っております我々と一緒だね精力的に頑張ってるっていう意味ではねうん

どこが足しやねんつってね。<laughs> まだまだね、本当にもう僕らは底辺のそこのそこでございますのでさ、先ほどおっしゃいました、そこそこですので、ね。失礼だよ、ねうん、でなけど、僕らはってね。<あ>僕俺どうでしょうだ <laughs> っ,った。巻き込んでしまった。僕も巻き込み事故ですよ。山 P を巻き込んでしまった本当に。自動車教習所で習わなかったのかなみたいなね。うん、巻き込みよしみたいなのありますからね。ねねね皆さん、本当に交通、ね、道路法をしっかりお守りください。<laughs> あのやりぱり。 新生活も始まりますがやっぱりニュードライバー初心者マークをつけてる方もやダンて増えてましたのでこの時期でしょだからこそこの初心者マーク若葉マークの方たちはしっかりね運転を気を引き締めて運転してほしいと思います交通ルールに乗っとってねその方たちが走ってるイコールベテランの我々がもっと気を使わないといけないんです。先輩 ベテランの我々が飲酒運転するフラーもいるからそれは強く言わないといけないね,ね撲滅しないといけないねもう撲滅どころか撲殺しないといけないね撲殺ローですよほんとにああいいねやっぱそういったのはね、うんあのー、皆さんの生命にも関わってきますから、うんね、やっぱそういったのはもうルールルールですからね、うん、やっぱ破っていい人が作ったルールなんで 破るべきもんもあるぜっていうの人もいるかもしれませんけどそういったね、あのー、人の生命にかかるよう,ような自分の生命にかかるようなルールは必ず守って交通規制に乗っとって運転してほしいと思いますああもうや本当にいいこと言うね交通安全アドバイザーだねもう <laughs> 違うし <laughs> <laughs> もう素敵ありがとうございますもうワイルドセクシーのみならず、うん、セクシーセクシーだね <laughs> <laughs> あよかったですか <laughs> ねはい、そんな我々の「葵さんご礁」のお時間でございますが、うん、先ほどからこの BGM バックグラウンドミュージックとしまして流ししているのはバンジョーアイささんんでございますね銀座の和シタショップでもこのアルバム陳列、うん、そうですよ<う>これ「盤上」っていう楽器を奏でてね、うん、あの綺麗なネイルを奏でながら もう素晴らしい歌を皆さん届けるというさんでございいますバンジョーという楽器,楽器が、ね、あることがわからない人もいると思いますけれども、ね、そういったのは、ねあのー、今インターネットで検索してくれればあこれがバンジョーという楽器なのかというのがわかると思いますので、ねね、こういった弦、ね、楽器ですよねバンジョーという楽器は、うん、それを、ね、普及し,してあの皆さんに伝えていこうというのがバンジョーア愛さんが第一線で頑張ってらっしゃるので。うん ね、皆さんもぜひ気になった方は見てほしいと思いますねえ盤上楽器ほ、うんまあ、本当に各、まあ、いろんな世界的有名なアーティストさんもだから世界のおありさんとかね方たちもこの盤上楽器を使用愛用しておりますのではい、ね、そこでメジャーでお目にかかると思いますので沖縄ではもう AI さんが率先としてやってらっしゃいます、うん、ぜひねえー、よくライブ活動などホテル、えー、はい リゾートホテルなどで行っておりますので、うん、そこでもね、えー、ぜひ情報を収集して見に行ってはいかがでしょうか。はいうん、で、今日本当はね、うん、本日、皆さん、フットサルをしている方たちは今日そう,だそう、よ。今日、うん、あれ今日フットサルの日じゃないのということで、はい、もう有名選手、佐伯選手兄貴ね、土橋宏行兄貴に。 なんとつながるんじゃないかってわくわくしたと思いますがすみませんちょっと仕事上でですねしゃあないこれはなんと4月19日にちょっと延期いたしました、うん、なるほど皆さんえー、すみませんこちらはね、うん、また、えー、しょ詳細がお分かり次第お知らせしていきたいと思いますので、うん、今日はやっぱりもう本当に世界的に、えー、もう有名で忙しい方なので。うん 特に今日はもう長野県で引っ張りだこだってます。なんせね、3月29日、肉の日なのでね、肉のイベントでね、もうサッカーとこじつけてね、きのあのワールドカップ最終予選もありましたから、そういったのね、あるので、おかげで4対0でね、タイに勝ちまして、てやおめでたい。 じゃあドバーシの兄貴の模様うは4月19日にお届けするということで今日はねちょっと残念だなと思う方の代わりにうちのアッキーラからね素晴らしいカレーなどトークをねお届けしたいと思いますのでそうですカレーですよもうプンプンょ匂いの綺麗で素晴らしいストイックな トークともカレーに舞うのカレー、カレー臭のカレーね、僕の場合は。素晴らしい。びっくりした。腹せしなきゃ。まあ、皆さん、ぜひ来週4月19日、じゃあ4月は楽しみですね。ボアルースというフットサルチーム長野県のフットサルチームで GM、ジェネラルマネージャーを務めております、鳥橋宏之氏と僕たちの対談は。 4月19日水曜日となっておりますので、ぜひその日までお,お楽しみください。4月19日はドバシのアリキで、4月20日からは沖縄国際映画祭が始まりますので、やっぱ4月はねイベントが目白押しです。<laughs> ノリノリだな。アフリカの民族みたいでしたよああ、やーはー <laughs> やばい、ずらさんければよかったー。<laughs> びっくりした。さあ、ね、エンピー。 この、はい「クエム売るまでも」一時期番組をね、うん、盛り上げていただいたの宮川たまこさんたまこお姉さんもね、はい、じゃあこの「島全部で大きな祭かな、はいねえー、世界の世界の,です、ねえー、この国際映画祭の実行委員として頑張ってらっしゃいますのでたまこさんぜひ番組に遊びに来てほしいす、ね、宣伝しですね宣伝しに来てほしいねあいらっしゃるんじゃないですかねたまこさん以外にもこういったねまう、あのー、かオーシャン 沖縄吉本さんなのでつながりゆかりはあると思いますのでこのオーシャンさんの番組に僕ら呼ばれたいね一緒に出てみたいねですねじゃべれるかな俺なんかいやいやオーシャンさんに比べたら僕らなんて目くそ鼻くそですよだから喋れないんだったで出ないでって言われるのでドキドキ緊張してでもおしゃべりはプロのオーシャンさんに任せてお笑いの だってお笑いのプロですから任せて僕らは隣で微笑んでいる合図打ちっていいですねねそれでいこうかなだってでも恋愛トークにしたらヤマピーの方が上だからバカ言ってんじゃねえヤマピー面白いトークはオーシャンさんがやっぱりプロ恋愛トークはヤマピーがプロそして私はなんとみんなの色を見るプロあれ色を見る色を見る あきら先輩は色見るのあ、違います。あの、見える、はきら先輩は出ません。ああ、焦ってましたね。見えるはひろさんをね、お呼びして、はい。え、その人のね、オーシャンさんの色とかね、見て、だから色が見えたからなんだっつって話なんですよ。占い師ではないので。あそうですね。色が見れるだけね。見れるだけなんです。あなたは何色よっつって。勝手にね。勝手に。何色だよっつって。伝えるだけ。はい。 これ伝伝ええですね勝手に私何色なんだって分かったところで帰る発信のみレスポンスらしいハッピーカラーとしてねなるほどそのカラーを使えばいいんじゃないかとはい私は思っておりますよ私じゃねえやあの三重呂さんはでおっしゃっておりましたりました聞いた話ではねはい危ないもうんかこのトーク技術リューチェルみたい りゅうちぇるも「チェルチェルランド」って言いがちシーサー見つけたら「沖縄にある」みたいなみんながバラしちゃうというね「いや沖縄でしょ」みたいなちゃんとキャラを設定しろよと言ってそういやチェルチェルランドって言ってるけどね「沖縄だろ」って言われちゃうこうそっかまあでもねりゅうちぇるさんも頑張ってますからねそうもうすごいよ沖縄の星だよあの人すごいねタレント活動であんだけ幅広くもうどのチャンネルつけてもいるもんねすごいよね やっぱ身近に感じられるタレントとしては、うん、やっぱりリューチェルさんとか、うん、やっぱりこの俳優さんとか歌手とかアーティストの方たちはやっぱりちょっとねあの、もうやっぱりちょ憧れの分野に入っちゃうからねそうですね世界がね、うん、まあ同じ世界に生きてるんだけどちょっとね活躍の場が違うので、うんうん、やっぱりバラエティーに出てるこの、うんうん さんだったりとか山田慎太郎でしたっけさんとかの方が親近感あるね親近感ありますねばかにしてるわけじゃないよね親しみやすいってことでそうそうそう応援したことあるんですしょだってほら同じ地元出身のね元フォルダー5の三浦大知さんそうです一番身近なんだけどあんだけダンスと歌で手の届かないところにはいけない人間な気がしそうバリアになっちゃってるじゃんバリア ね、それよりかはやっぱり r y u c h e さんの方が話しやすそうだなってイメージ的ですよ、ね、勝手なねね偏見ですえそう独偏見はいいです僕らのラジオは独断と偏見で生まれております <laughs> <laughs> そうだねうだ気にしないで山っぴーやっぱりこう、うん、みんなやっぱり隔たりなく沖縄出身の方を応援してます、うんうん もうそれ一番素晴らしい沖縄の人がテレビ出たらとりあえずみんな応援する、俺は。そう甲子園でもそう。同じ高校でもないのに応援する。勝手にね、勝手にもう見たことないけど、なんとかキャプテン頑張れとかね、そうなんあたかも身内のように言うよね。だけど負けそうだったら、もうしも空でテレビ消すんです。消さないで、消さないで。それが沖縄なの悪いところ。だから最後まで応援して。だから、今春のね、選抜甲子園か。はいもう燃えておりますので、皆さん。いろんな話題に。 重ねるじゃないですか。まあ、W. B. C. は負けちゃったけれども、うん、今高校球児が熱いと。いや、滋賀、うちランチ出てないからね、ってみんない人多いですよ。ああ、やっぱそこが。そうなんですよ。いやいや、でも、でも、でも、その、まあ、滋賀、滋賀のだったら、滋賀県にある滋賀学院かなんか、ごめんね、ちょっと、今度調べ、みんな調べて。うん、それもみんなネットで調べて、滋賀、はい、の方に、沖縄出身の選手がいるんですよ。何名か、今回いるらしい。ですねそう、そう、そ,そう、そう、はい。本当にそこなんです。そういったのは、やっぱり、ちょっと。 みになると思います今頑張ってる方たち、県内で頑張ってる高校球児たちの励みになると思う。球児の中に沖縄の子がいるんですよ。そういう子たちを応援しよう。だから野球も見て。ですねプロの試合より、俺、ぶっちゃけ言うよ、もうラジオだからぶっちゃけ言うけど、プロ野球より高校野球好き。あキラさん、やっぱここはね、僕反応したかったんだけど、右に同じでございます。ほら、初めて。初めて着替えましたね。 こういったね、なんか汗水垂らして、やっぱりこの大人の汗は青春の汗ではないんですよ。ね、あのお金の汗あれ。お金が絡んでる。もうグレーな汗です。グレーね。いやそういうわけじゃないですけど、やっぱ仕事の汗ですからは。ね、あまあ確かにプロプロとしてね。確かに。高校球児は何も利害関係のない自分が好きで部活をやってるだけの本当に青春汗なので、やってるプレーを見るだけでも。 俺は楽しい,もういや、まあ、本当にすごいいいことが部活層、ね他のしがらみがもう全くないだから泣けるんですよ、ね、うん、ネット湯甲子園、いつ見ても泣いちゃうよ、もう、本当にね、やばいよね、かそういうひたむきな姿を、野球だけじゃなくて、もっと、ね、今、みんなメジャースポーツとマイナースポーツで分けがちですが、うん、スポーツはスポーツなので、はい、いろんなスポーツにこのスポットライト当ててほしいんです。 だからね、このスポーツやってる方たちトム・ホリンツさんたちはもっと僕的にはピュアでいいと思う。でしょもっともっと。でしょもっとピュアでいい。いいよねいい。普通にさらけ出してテレビだからとかじゃなくてじゃなくて方言バリバリ。かっこつけなくていつけ泣いてもいい。ねと ね、ちょっといいこと言おうかなってなるけどね、ちょっカッコつけてねシャに構えてねえ、僕はそう思いました丸みたいな誰がそう思いました丸じゃないんだよなだけ友達としてしらせた方が面白いんじゃない本当の気持ちが出ますからそう五人で「はいインタビューどうぞ」みたいな「やめそんなかっていうのはええやよ」とかそんな感じそうねテレビでそのぐだぐだ感を伝えた方がいいんですよいいよねだってぐだぐだになるのは当たり前じゃないですかねそういう番組作ろう 勝手に作ろうのでテレビ局の皆さんお待ちしておりますなるほど我々がリポーターとしてそういう熱い子たちを県内の小中高にねフォーカスしていくその子たちをその子たちに光を当てるそうなんせサンライズですから我々はまあまあねえ市はサンライズですのでぜひこの気持ちをね 我々のみならず今頑張ってる高校生とかね中学生まで行ってもいいんじゃね中学生はプロ選手を締め出せよって言っていきなり調理しなってるかもしれないからだからまず一番大人に近い高校生からフォーカスしていって応援していけたらなと思ってるしだって今から未来を担う子たちですようねだからこそちょっとねそこに。 力を入れてていけたらなと思っおります僕たちができなかった希望というのをね、うん、あの託すっていうわけではないですけど、はい、この希望に満ち溢れた目をねあの今卒業してもう20年ぐらい経ちましたけど、うん、見てみたいなと、うん、ねっ明先輩は指導者として頑張ってるか見れてるかもしれませんけどそういったことに携わってない人たちは、うん、今部活を頑張っている人たちの眼差しっていうのは見れないので、うん、それを明先輩と番組を作ってフォーカスを当てていきたいと思いますのでそれにちなんだ、うん ミュージックをお願いいたします、ね。任せてください。先ほどのね、反省も込めたこの曲をお届けします。勇気で、泣いてる怪獣。 さあお届けしましたのは雪で泣いている怪獣ですこの番組はうるま市より沖縄全域綺麗をお届けしますてるやびそう管理の提供とくしかつたかばちゃうちゃうの提供でお送りいたしております さあみなさん聞いてるかい聞いてます <laughs> あらかわいからね <laughs> 本ほんとにかわいいと思った <laughs> 聞いてます全然かわいくないけど <laughs> まあねえッンピ上がったでしょこの曲はやっぱユキね素晴らしい今北海道メロンっていうね、はい、新しいシェイクがマックで発売されておりますがらしいですね北海道といえばやっぱ雪ユキです why you care ユキ ゆきさんとエスで泣き虫怪獣でしたっけいてる怪獣泣いてる怪獣先ほどね、えー、曲をお届けできなかったという僕の気持ちを代弁して泣いているおっさんなんですけどもその気持ちを代弁した曲でございますおっさんが泣くと気持ち悪いな、ね、<laughs> <laughs> ではあ、い、べこの間その泣くほど感動したことがありましたなるほど泣くほど泣くほど、うん、いやもういや感動しすぎて泣くのを忘れた こんなことある本当は泣く涙が出るぐらい感動するってよく言うけどじゃあもう泣くのを忘れるぐらい通り越して泣くのを通り越して感動したことがあってあっけに取られてあっけに取られて感動しすぎて感動しすぎてポカンじゃなくてもうおおみたいな気分るいするぐらいのおう魂ちょっと出ちゃったもん半分ああ今だから半分出てるから口開けすぎて出ますよどんなことがあったんですかけどさよくぞ聞いてくれました皆さん聞いてくださいしかもこの場所が某 ね、兼秀の下にあるブックオフさんで車のあげなあげなああもう某って言ったのにあげなって言わんでごめんなさいごめんなさい失礼しましたねっブックオフさんでね私もうこんな性格なんでねもうアホなんですわはいあの物をね買いに行きましたはいそこにうん 何見える秋広さんの衣装探しもしたわけそこで本当にいろんなグッズが売ってて本当にもうなんだろうなうるましすごいなんか宝物といえばもう漫画倉庫さんよりも多分僕このブックオフの方が探しやすいと思う上とか下とか行っちゃ怒られちゃうからうるましでってことそもうねすごいこのブックオフさんで品揃えだけはすごいんじゃなくてスタッフの皆さんもうやばい これは接客がってことですか接客と対応でしかもこの話はちゃんとお違いなので聞いてくださいね僕がその物探しね宝物探しにそこに行きましたそしてお会計が済みましたその際にですね私ポケットの中に2000円札を忍ばしたんですよ2000円分買おうと思ってなるほどで実際そこでね買い物してでだけど2000円 2,000円買おうと思ったんですけど探し物がちょっとしかなかったので小銭で足りたんですよ。でその際に小銭2,000円使ってないわけじゃないですか。で車乗ってまあまあええもんかよ砂利線でええ買い物したわっつって家に行ってその時ね本当に先週のちょうど水曜日なんでラジオで言わなかったんだろうって思うぐらい一週間前ねラジオ行く前だったの。でふとポケット探ったら先ほど 握りしめた札束がないんですよあると思ってたポケットにある2,000札がないないわけ2,000分買おうと思ってポケット2,000円入れてたのに買い物した後二2,000円なかったわけあれ俺小銭しか使ってないよなってどう思っても2,000円使ってないということで自分が行った場所をしっかり歩き回って思い返してみてどうしてもないわけ戻ってねはいもしやぶっこくで落としたのではと 行った場所はあそそう、こでポケット探ったのもそこしかないわけで実際でももし万が一お金落としてたらもうその時点終了じゃないですかないわね普通ないでしょいお金なんていよ財布だったらまだね誰か落とし物ですよって落とし物だけどお札って名前書いてないから誰のものかも分からないですからね僕のよだれがついてるぐらいなんでその2000円は片須を読むしかないですからね まあまあもうとりあえず行くだけ行ってみようとブックオフさんに行ったわけですそしたらねやっぱうるちょろうるちょろして怪しい人みたいに下向いてお金落ちてないかなって怪しくないブックオフでだよお金落ちてないかなって探して歩いてるおじさん大の危ないでしょでそうこうしてるうちにもう いつまでもやってるとう本当に追い出されそうなんで不審者扱いされそうなんでヤンピーの言う通り不審者になっちゃうので店の人にね聞きましたもん実際ねお金を落としてしまったんですけど落とし物ありましたかと。とうダも元でなんとその店員さんがちょっと待ってください、もしかしておいくら落としましたかって聞いてたんです。僕僕ここでね普通のだったら このラジオで警戒のトークを喋って僕だったら、2億円って言うけど。金のおろと銀のおろみたいな。あ、2億円です。とか言いそうなんだけど、もう普通にもう動揺してたから、2000円です。って、正直に言ったわけ。そしたら、はちょっと待ってくださいって言うて、なんとレジの下からしっかり、2000円札落とし物として上がってて、送り返してくれたんです。なるほど。 しかもそれ落としたのが僕かどうかっても怪しいじゃないですか怪しいね、うん、ただ一応監視カメラがあるのでまあそうかそうかまあ輝先輩っていうお客さんが来たっていうことは分かると思うでそうそうそうだから僕もね怪しくないようにちゃんとそこで名刺を、うん、しっかり渡して、うん、こういうもんです、うん、ちゃんとこういうこでうやって落としましたってちゃんと事情も説明して受け取ったんですよ、うん、もう本当にさその時のなんだろうレジの対応の人といい、はい 店内で本当にお客さんがねそのレジの下に落ちてたのをわざわざ渡してくれたらしいんですよ落ちてましたよともううるましの人最高うん失業率高いくせに最高人が良すぎるのかなそうですね気使って気使ってちょっと仕事場で悩んじゃってやめたら失業率が高いのかもしれないのでそういう人をねサポートできる力をぜひね就活さんとかそう出会えるさんで行ったらいいんですよあの サポートしてほしいなと思いますに当るましの人は俺最高だと思うよであけ恵さんでもいい人に出会ったねやっぱこういったきっかけがあってやっぱ自分たちも人に優しくしようもし落としもがったら届けてあげようっていう気持ちになるじゃないですかねうん。本当にね皆さんあのね某ブックオフ金秀の下のまあ確かにあそこの店員の対応はめちゃくちゃいいと思う俺もいいと思うよんぴもうね素敵素敵ね素敵 もう普通、黙ってたらさ自分たちもお金になるわけじゃん変な話落とし物だしさちゃんとさこうやって対応してくれるっていうのもこの損得関係なしにやっぱこうやって僕がまさかねラジオのリスナーリスナーじゃないパーソナリティーとしてこういう喋ると思ってないだろうし本当にねあの接客業としてね当たり前のことをしたっていうことだと思いますけど接客業の鏡 ねうん、それが本当に一般的な人たちができるかどうかっていう、ね、そうねもうみんなねブックオフに行く際にはまあ宝物探しもいいです、うん、その接客するカウンターのお姉さん、うん、見てもう何だろう気持ちなんていうのかな上がる気持ちを分けてもらってきてくださいねもう本当にね仮じゃないけどハッピーもらえる素晴らしい明先輩で、ねね、やっぱり明名先輩がこのお年玉を見つけてもらったようにブックオフさんではね明名のブックオフ ブックオフさんでは宝物見つかると思いますね。うん、本当に見つかると思う。だからね、その時はほら、僕は小銭で確かに物を買ったかもしれないけど、うん、お金では買えない何かを僕もらったような気がします。あ、うん、<laughs> なんかなんだね <laughs> カットあははこカット <laughs> <laughs> でもいいあげさまいいよ。もう悪い接客業者あげれば切りがないって言わないですけど、そう、日本品切れないさ。もう言いたい、本当は。ねえ。うんあそこの お店の店員は「終わって」とか言いたいけどこれは名指しになってしまうので言いませんけどあるねだからね言えることはたくさん言おうだからモスシェイク美味しいあれ違うじゃないさっきマックシェイクのメロン味っていう話だったりこいつは疑問だなこれアレクだなそうねとモスシェイクやめられないの おいしいねうん揚げなのモステンそのモスシェイクを飲びるのもブックオフさんがお金を拾ってくれたおかげでアキラスやこの店0握りしめて買うことができたので正解いいことっていうのはどんな枝葉にも多分繋つながってると思う俺ねえやはりそれ信じてるよね我々ね信じてるマジでほんとにいいと思う4月から新しいね、宗教法人立ち上げます バカでしたしてないやっぱこうやってバカにしたらダメだよシェイクかいシェバカにしてるダメだよ神様ありきです大丈夫。俺は信じてる神様トイレの神様信じてるら大丈夫バカにしてるよこいつまあ皆さん本当にね、あの人には厳しくね自分には厳しく、人に甘くでもいいですしやっぱそれ辺はね、あの分けていけながらやっていった方がいいと思います 自分に甘いい人が多いですからねだな言い訳したらもうキリがないです。先ほどその接客のね、うん、まあ何たるかっていう、まあ、ここで言えばもう本当に普通の接客より下の人たち、はい、たくさんやればキリがないと思いますが,キリがないそれと同じように自分に甘えてやっぱキリがないんですよ言い訳しちゃうじゃないですか、うん、いやこんなだったからとか、うん、いやでもそれを普通に考えたらいや君それ下の人だよみたいなねそうですね<の>やっぱ自分を保身したいいっっていうのがやっぱり 自自分自身ですから、うん、まあそうではなくて、ね、人のポイントを上げて自分のポイントも稼ぐっていうのが一番いいと思います一番いいだからそこをねの接客用の皆さんのみならず、うん、接客されるがお客さんとしてのマナーも、ねはい、しっかりこのうるましはみ、うんなで上げていけると思いますので、うん、ねえほにすごい。素晴らしい石なので、うん、もう少しねあの姿勢としてももう少しね、はい、あの進み方を考えて。 言ってほしいなと思いますそういった感動話があったということで某皆さんブックオフでね立ち読みだけではもったいないダメだよいいものを持って帰ってね。やっぱりこのお客さんとねあの従業員に話することによってねありがとうという感謝の気持ちからね自分自身もこういった接客を目指していきたいってこの就職活動に向けるかもしれませんのでねうん。 ああもう本当に感動したでも良かったねいい経験しましたね、うん、そうみんなもこういうなんか心頭の経験とか今度募集してみたいね、うん、どんな経験がありますかまあここまではな,くたないとしても、うん、いや私こういうことしましたよとかね、はい、落とし物拾ってあげましたよとか、うん、その落とし物の中で、うん、一番すごい落とし物拾ったの何みたいなああるかもしれな、ね、いうね あのテーマとして募集したらいかがでしょうかヤマピーいいと思います先ずはね今まで拾ったものですごかったものは何なんぞやなんぞや来週四月何日なのね四月い日だねのテーマは落とし物でいきましょうかほうねいいねはい落とし物ね落とし物忘れ物忘れたものでもいいよねはい自分が忘れたものとか自分が落としたものもしくは落として拾 で届けたもの、うんね。そういったものもの、はい、テーマとして皆さんお便りお待ちしております。待ってるで。あてさはこちら。868 at t o m fmurum.com868 a at t o m fmurum.comFaxnama098964868964868 a 5 0 8 9 5 ワイルドセクシーヤマピーのー先はこちらダメです<ロ> <laughs> ダメデでゼロ九ゼロまで言わせ皆さんのねあの、うん、お便りお待ちしておりますのでどしどしお送りくださいさあこのお時間がやってまいりましたよ皆さん こっちださあ本日もあっという間の5時間タイムでございました皆さんよかったね、うん、3月もこれが最後の放送ですのでもう来週は新しい年度に向けて、はい、我々ね秋代と山ーもリニューアルしたお二人を送ってできればなと思いますね、うん、なんでライカムにもね H&M ハブマングースがちゃんと応募してますなるほど。われわれがいるかもしれない。すごいね。新しい試みとしてね。うん、どうするわれわれの顔がバーンってあったら。あ、うん、<laughs> ったね。誰誰,誰っつってね。<laughs> 誰ライカムしての店長はこれ。ウケるけど。<laughs> 店員これ。ハブマングースじゃないけどね。うん 皆さん、また来月からも楽しくね、うん、あの皆さんの心のおそばに恒例グス的な存在でお届けできたらと思いますので、はい、楽しく聞いていってほしいなと思いまーす。聞いてよ、本当に。うん、であ、あ、まあ、あのお知らせはい、いいのかなはい。ね、うん、まあ、あの、の、おちょうち、おちょうちょい、おいおい、おいおい皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい。それでは皆さん、今日も元気にお伝えしましたのは、私、天に願うと聞きました、天元ことは、アキラと。 ワイルドセックスイヤマピーの青い珊瑚ゴ礁エピソード2それではまた皆さん元気に来週お会いしましょうせーのペイ